皆さんどうもこんにちは、その日暮らしすももです。今回もまたディズニーグッズの購入品紹介をするんですけど、私が買ったんではなくて、母が買ったものを紹介してもいいということで、母が買ったものも購入品紹介させていただきます。私は結構先だ動画撮ってたんですけど、私の場合結構1点がなんか割と金額がでかいものを、まあ、1点狙いのことが多いんですけど、母は割と小さい性格なんで、ちっちゃいものを結構大量に買うっていう感じで、まあ、それぞれの買うものが違うんで、まあ、それも面白いなって思ったんで、今回も母も撮影に使っていいっていう、まあ、開封もしていいって言ってくれたんで、紹介したいなと思います。はい、では、こんだけ入ってます。はい。では、まず1点目でございます。これはミニーのファンダーランドのお菓子でございます。もう私はお菓子を買わなくなりました。まあ、お菓子、まあ、前もなんかで言ったんですけど、まあ、お菓子自体食べたら太るし、まあ、美味しいんですけど、まあ、中毒性の高いお菓子が多いので、もう私はお菓子は買わへんと、まあ、それじゃなく、形に残る後ろに、こう、ディズニーグッズコーナーで飾れるものが欲しくって、今回はま、こちらの商品たちを、お菓子は特に買わなく、もう一個も買ってないんですよ。母は結構お菓子買うんで、はい、今回ミニのパルパルのやっぱグッズってもう、まあお菓子もグミ缶もう一個あったんですけど、グミは売り切れてて、今回、この筒になってるやつ、まあ中を開けると、まあこういう風にちっちゃい小分けの、多分マーブルチョコ的なやつが入ってるみたいなんで、まあ一個いただこうと思います。なんかこれ卒業証書とか入れる筒みたいで、なんか結構あんま今までにないような、やつで面白いなって思います。はい。で、2点目。グランドフィナーレ関係で、まあ、タオル。これは、フェイスタオルです。フェイスタオルは、こんな、こういう柄になってて、まあ、私もまあ、いいなって思ったんですけど、チップとデルがいないのがちょっと残念かなって思って、まあ、今回に関しては、フェイスタオルは私は買いませんでした。はい。では、続いて。こちらのバンダナでございます。はい。で、バンダナは、こういうイラストになってて、まあ、こっちに関してはチップデールいるし、お値段も1100円と割とリーズナブルだし、まあ、ちゃんとこのみんなキャラクター、後ろにもちゃんといるので、これはいいなって思います。バンダナって意外に役に立つし、なんか災害用のリュックとかにバンダナとか1個入れておくといいよって書いてて、バンダナ、まあ、でも私バンダナ別のディズニーグッズで割とあるので、バンダナは今回買いませんでした。はい。仲良しクラブのミニタオル2枚でございます。はい、これもめっちゃ可愛いなって思います。今回これの縫い刃を私とおかんは買いましたし、これに関してはワッペンで買いました。もうハンカチもいっぱいあるんで、ハンカチは買いませんでした。はい。で、お母さんはお手拭きキャリー買いました。これも、なんか、スーベニアだったんですけど、今はアプリで買えるようになってます。はい。あれ、除菌シートを入れて持ち運べるってやつでございます。最近、前、パーク行って思ったんですけど、やっぱコロナが5類になってから、結構、あれがなくなってた。店員の消毒のスプレーが、結構前まで行った時は、至るところに、スプレーがあったんですけど、もう結構もうほぼなかった、ないに等しかった。やっぱ夢の国であんま、なんつうかな、ちょっと見た目は良くないかなって感じでしたんで、これからは自分で、ちゃんと除菌シートは持っていこうっていうことですかね。はい。はい。あとはもうほんまお菓子だらけです。はい。ラプンツェルのお菓子買って貼ります。いや、私も缶とかは可愛いって思うんですけど、捨てられへんくなるから、昔私最初期のディズニーオタクの時は、おかんと同じく、ようけその缶のお菓子とか買ってたんですけど、もう増えすぎて、もうやっぱ缶って捨てにくいし、捨てにくくって、買わへんって思いました。あ、ちゃんと箱の説明しとこう。ラプンツェルとユージーンがいる、なんかやっぱ、横もすごいおしゃれで、あったらあったでやっぱ可愛いし欲しいならなって感じです。はい。私のメイコもめっちゃラプンツェルが好きなんですよね。
なんか、血は争えないなっていつも思ってます。で、こちら。これ私が持ってるやつです。美女と野獣のエリアがオープンしてからすぐに行って買ったので、私はこれを持ってます。これは結構、なんか縦置きできる本の形のカンカンなんで、まあこれに結構私はネイルグッズを入れてます。で、これは最近出たお菓子で、うん、かわいい。はい、お菓子。何が入ってない？クッキーらしいです。はい、今回お母さんが購入したものも一緒に紹介させていただきました。お母さんは結構お菓子とか、ちっちゃいものを大量に買う感じがしましたが、私の場合でなんか、一個の商品が高いやつを割と買うかなって思いました。以上です。バイバイ。